東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は、今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。ナビゲーターは私、TCC 事務局の下山恵里香です。第1回目の前回に引き続き、今回もインサイトコミュニケーションズのクリエイティブコンサルタント、志垣寿郎さんにお話を伺っていきます。前回は志垣さんの肩書きでもあるクリエイティブコンサルタントの仕事についてお話を伺いましたが、今回は現在コピーライターの枠にとどまらない幅広い活躍をされている志垣さんが、なぜコピーの道を目指すに至ったのか、その経緯についてお話を伺ってきました。もともとそのコピーライターに最初になろうと思った経緯って何だったんですか？コピーライターになろうっていうふうに思ったんではなくて、はい、コピーを書こうと思ったんですよね。これちょっと微妙な違いがあるんですけど、例えば名刺にコピーライターっていうふうに書いて、私はコピーライターですっていうふうになりたいっていうふうに思ったというよりは、いいコピーを書き得るようになりたいというふうに思ったんですね。で、もっと一番初めの正直な動機は、自分の周りで同じような仕事をしている人間が東京コピーライターズクラブの賞を取って、なんかすごい脚光を浴び始めてそれで僕は取り残されている状態で、あれ？この賞って何なんだっていうぐらいあんまり僕知らなかったんですよ。でもいろいろ調べてみると、それこそ糸井さんとか中畑さんとか、もう有名な方々がすごいコピーいっぱい書いていて、その頃から広告年間とか20代後半ぐらいから知って、あ、これはすごい世界があるんだなっていうことに気づき始めて、で、あ、賞を取りたいっていうのが結構最初の動機で、賞を取るためには、あ、コピー書かないと賞取れないのかってすごく当たり前のことだったんですけど、で、周りの人はコピーを書いて賞を取ってたんで、じゃあ書こうと思って少しずつ書き始めたんですけど、でもその間に周りの友達は入賞してるとかいう状態になって、あ、これちょっと本気でやらないとダメだなと思い始めて、でそこから頑張り始めたって感じですかね。コピーライター志望ではなかった？そうですね。元何やってた？なんていうんですかね、リクルートではディレクターっていう名前なんですよね。で、それはお客様の課題をきちっと見つけてきて、それでクリエイティブディレクションしながら、外部のコピーライターの方であったりだとか、デザイナーだとかカメラマンだとか、映像スタッフだとか使って、アウトプット全部コントロールしてた、いわゆる CD の仕事ですよね。で、それをもういきなりずっとやらされてた。営業とプレゼンにも行くし、クレームの窓口も全部やるし、進行も全部コントロールするし、っていうのを全部やってるのがメインの仕事。で、その中で当然一つの原稿を作るときには、コピーも必要なので、その時は多くの場合、外部のコピーライターの方に仕事をお願いして、だから自分で書くということはほとんどしてなかった。でもだんだん、あ、自分で書けばいいんだっていうことであったりとか、書いて世の中で評価されてる人が少しずつ周りに出てきて、あ、これはなんかやった方がいいなとか、やりたいなとか、賞を取りたいなっていうのが最初の動機ですよね。普通のコピーライターってコピーライターやってそのディレクターの方行くって感じですよね。なんか逆ですよねまあでも今から思えばそれは結構恵まれてたかなと思いますけどね。だから早い段階で広告っていうのがビジネスなんだっていうことを痛感して、例えば広告1ページで100万円とか200万円とかもらうじゃないですか。営業と一緒にお客さんのところ行って申し込み書もらって、
それで営業が、いやこいつ優秀なディレクターなんで別に任せてくださいとか言って頑張りますとか言うんだけど1、2週間経って効果がなかったりするとクレームの電話かかってくるわけじゃないですか、うん、営業にこれ全然ダメだよとか、うん、だそういう経験をずっと繰り返したりしてると効果を出すにはどうしたらいいんだっていう頭の発想に当然ですけどなりますんで、うん、まあそれって今 TCC でも聞くコピーをいかに生むかっていうことを言ってますけれども、うん、まあそういうことを結構早い段階から、まあ、広告ってビジネスなんだなっていうふうに思いながらやってた、それもすごく当たり前の話なんですけど、そういう経験を積んできたのはいいことだったんじゃないかなと。リクルートにいっぱいお金を任せたと、うん、でも全然効果が出てこないっていうふうになると、まあ、お客さんからの評価も落ちますし、うん、営業からの評価も落ちるわけですよ、うん、石垣と一緒に組んだのに、うん、あの仕事のおかげで、はい、俺はお客さんからクレームを言われてるって営業マンが生まれるわけですよ、うん、まあそれはどこの会社でも同じ構図だと思いますけど、うん、それを やっていくうちにこれは何かが違うぞというふうにやっぱり当然なってるわけですよ、うん、でそうするとやっぱり効果を出すことがまず第一なんだっていうことをどん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 感じ始める、うん、僕にとってはすごく原点的な体験があって、4年目ぐらいの時に結構一生懸命作ったパンフレットがあったんですね。それも名前出しちゃっていいと思うんですけど、アサヒビールさんの仕事をやっていて、うん、スーパードライがガンガン伸びてる時に伝説的に売っていた営業マンの方の話をまとめたパンフレットを作ったんですよ、うん、でそれの評価が高くて、うん、その後数年間担当させていただいたんですけど、ある時新しい、入社案内を作った時に、うん、新人の方にインタビューしに行ったんですね、うん、それで入社同期だとかなんでアサヒビールさんに選ばれたんですかみたいな話をしてると、その何年か前に作ったパンフレットの話をし始めたわけです、はい、目の前の方が、うん、いや昔、アサヒビールさんから送られてきたパンフレットですごいのがありまして、うん、であれを見て僕はもう人生ここにかけようと思ったんですみたいな話をするわけです。すごい、うん、で僕はもう話聞きながらだんだん涙が出てきたんだけど、はい、こんなことがあるのかと思って、うん、それで、あ、この仕事はすごい面白い仕事じゃないかと、うん、こんなに人のことを動かすことをやってたんだっていうことを結構原体験的に感じたことがあって、うん、それでそのインタビューを終わった後、もうすぐ会社戻って当時やってたスタッフにみんな電話して、うん、いや昔やってもらったあの仕事でこんなことがあったんですよって言って、それでもうスタッフの方もみんな喜んでくれたんだけど、うん、なんかその単純に効果が出るっていうどれだけ反応があったとか言うだけじゃなくて、うんうん、目の前に人生を変えてる人がいるんだっていうことをなんか知った時に、うんうん、これはなんか大切な仕事してるなと、流しちゃいけないなっていうかことはすごく感じましたね、うん、石垣さんのコピーライターになった経緯について聞いていただきましたが、島木さんってもともとコピーライター志望ではなかったんです ね。だからああいう独特の深い視点が生まれてくるのかなっていうのが、うん、いい話でしたね。アサヒビール のパンフの仕事もすごく印象的でしたよ ね。 そうですね。今回は島木さんがコピーを書き始めた経緯についてお話を伺いましたが、次回はさらに具体的に志垣さんが新人時代に行っていたコピーのトレーニング方法についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。